俺たちは兵士だろう。いくら不利な状況でも逃げてはいけない時がある。1000万を取るのが本意だったろうが、そううまくはいかないな。警戒が薄くなっていた頭の方をいただいておいた。正直西野屋は呼ばれてもおかしくないと思うんだけどな。あの頃の生活は緊張感があって充実してた。ああいう体験はしとくべきだよ。肝が据わる。実は意外かもしんねえけど俺も目指してんだ教師。でも寺っつったらおしまいにもいっぱいあるよな。中でも有名なのはプラチナ閣寺と66元堂だよな。金貨2枚分の仕事を断るのか。危険を避けてじゃ儲からない。だがそれが避けられないということも知っている。そうだろ犬かし。何がご苦労様だ。苦労は全てお前のせいだ。この自殺マニア、お前はどれだけ俺の計画を見…異能集団武装探偵者といえば聞いたことがあるのではないか。いい香りだ。歓喜と幸福に満ちた獣たちの香りだ。楽しめ。千年待った獣人の祝祭だ。資格があんのは全ての市民。聞いてなかったのかよ。今夜の試合は俺の勝ちにかけな。ここへ座れ、うん、お前遅えよ。めんどくせえ説明はすっ飛ばすぞ。いいな。まずスピナーから指示が出る。こう雨が続くと気がめいるな。あ、おはよう田中。すぐそばにいながら役目を果たせなかった傘の気持ちを考えると切ないな。犯人が戸上を殺した後で死体を移動させたんじゃねえか。俺は褒められて伸びるタイプだからな。ねえよ、おめえはあいつのキャラすら把握してなかったのか。